はい、皆さんこんにちは。テニストライナー朝日です。前回に引き続き八王子定休時でおジュニアのサナに来ていただきました。はい、どうぞ。まあ、サナ全中とか、全日本ジュニアも出場経験があるんですけども、今日はですね、まあ、大人の違いというのを見せつけてやろうかなっていうことで負けたらどうすんの？負けたらいや、もう引退ですね。朝日が、はい、あ、朝日が引退するの？はい、引退です。八手よ、はい、ジュニア界あるあるでコーチが負けたら生徒が言うこと聞かなくなるから、はい、これ死んでも負けられない戦いですね。はい、一応保険をかけて現役はもう引退しているはい、それも、はい、込みで見ていただければなと思います。今日何やの？タイブレ？今日7点タイブレ。7点、はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。てんてんてててんてん。これは負けられないね、朝日。もう絶対やりたくねえ。これ朝日負けたら朝日飯をごれよ。えい、よいしょ。サナ負けたら2メランね。やっちゃった、やっちゃった。さあ、いいぞ。大人をバカにすんじゃねえぞ。おい、コーチバカにしてんじゃねえぞ。朝日つえ、朝日つえ。ニーメーラン、ニーメーラン、ニーメーラン。朝日硬いよ。お、お、トレーナーフットワークやばいっすよ。出た。メンタル朝日が出てきた。メンタル朝日がジュニアの頃から変わらない。待ってやろ。おい、チキンゲームになってるぞ互いに。朝日さんマッチポイントです。さなちゃん2メランです。悔しい。大さん、大人の面目保ちましたね。最悪。もうコーチと大人をバカにした罰だ。してない。大人を舐めたらこうなる。みんなもコーチを舐めないように。それが締めの言葉。はい、じゃあちょっとサナに一言アドバイスした方がいいんですか。足止まってるから。足が、はい、全然足動いてないから。足動かした方がいい。
じゃあ2メラン行きましょう。ゴー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 。